華やかな感じ。やった、褒められた。優勝って優勝っていう文字。ありがとう。波動お疲れ様でした。あ、波動のやつかやってないか。やっぱ波動さ久しぶりにやるとさ腕が痛くなる。筋肉痛と、なんだろう、なんか筋がとか言うと大げさになっちゃうけど、なんかその辺がちょっと変な感じになるよね。普段さこういうえいやえいやって動かさないから、そういつもやってれば多分痛くならないけどね。日常生活でしない動きをしてるから腕を伸ばすと痛い。めっちゃ点取ってた。最後の方は取れたんだっけ。確か。画面用意しない。あ、うん、全然それはね大丈夫。うん、頭になんかついてる。かわいいでしょ。明日かわいいピンクのゴムとかないかな。ズッキーと話してるとか初めて見た。え、そんなことないよ。あ、でもあの、そっか、前はね、まあいろいろやれ、みんなが見る機会もあったけど、今はそっか、確かにないかもね。初めて見るイヤリング、ああ確かにそっか。あ、でもそんなことないよ。初めてつけたわけでもないけど、そうメイクも今日、そうだから今日自分が好きな感じなの、まあ、いい感じになってる時にしかショールームそんなしないんだけど。まつげもねビュンビュンに上がっちゃってね。そう完璧、うん、やっと前髪がね、そう自分好みな感じに戻ってきたね。繊細なんです。え、ほんと？ファン好みな見た目。あ、こんな感じが好きなのみんな。もっとラブチーな。私のあれはあれ？なんかみんなポニーテールが好きっていうイメージがあったけど、私個人的には下ろしてるこういう感じのが好きなんだけどね。今日どんなコーデ？本当はこれね、今ノースリーブの形になってるけど、ちょっと料理してたから外しちゃったんだけど、ここになんかもう一つアイテムがあってつながって、本当これ長袖なの。そうちょっとデザインが変わってるお洋服なんだけど、そうお料理しててちょっと邪魔だなっていうか汚しちゃ嫌だなと思ってちょっと外しちゃった。そうでもずっとね夏どっかで着たいなと思ってたんだけど、そう着る機会がなかったっていうか、夏服なんだけどなんか外出て汗ついたら嫌だなと思ってなかなか着れなかった。これからね登場するよ夏服。夏服は夏に着るためにあるんじゃないから、もう私の中では何言ってんのって感じだね。まあ、何作ったって別にそんな料理はしてないけど、グリルしたりとかなんか酢の物作ったとかそんな程度だから全然料理したのうちに入らないけど。
どういうことだってざわざわしちゃった。本当はちょっとメール載せようと思ってたんだけどな。写真だけ送ろう。スーパー行ったらねえ、のどぐろがすっごく安くなってた。本当にすっごく安くなってたの。のどぐろってそんなね簡単に買えるものじゃないんだよ、高いから。ワンコインで買えるぐらいでめっちゃ何キロも入ってて、そうね、高級食材なのにね。そうだから、それだから買ったの。しかも炙り、炙りだからかな。でね、お家にね、なんかお吸い物とかそういうものに多分使う本当はものなんだけど、のどぐろのなんか出汁で作った塩みたいなのがお家にあって、もう醤油で食べないでそれをちょっとだけかけて食べるっていう、おしゃれな夜ご飯になっちゃった。いいでしょう。今日はすごい豪華だった。それと自分で作った大量の酢の物を食べた。うん、お家にねいろんなお塩がある。いいでしょう。素晴らしい。でそんな毎日いいもの食べてるわけじゃないからね。もう本当に今日は自分でももういいものを食べた。うん。でも最近結構真面目に悩んでいることがあって。やっぱその料理とかさばいてる動画とかよく見たりするんだけどさ、あれが欲しい。バーナー、ガスバーナー、いや買ってどうすんねんってね感じだよね。ほんとでもなんかね欲しいなと思っちゃうんだよね。そう、炙ってみたい。そんな月に1回ぐらいしか、いや月に1回でも使わないと思うんだけど、いやお料理用、お料理用すっごい欲しい。バーナーチョ、え、分かってくれる？あ、ほんと？そんな実は高くないの？欲しいよね。何炙るの？やっぱお魚、お寿司とかさ食べるとき、そんなお寿司なんてお家で作らないけど、お刺身はでもさばいたりするから、なんか炙ったら美味しそうみたいな。でもやっぱそのダメだよ、それだけじゃダメだし、下に引くものもちゃんとなんか石？なんだあれ、なんかそんな感じのやつ、それも買わないといけない。でもそんなもの買っちゃったらもう外で食べる理由なくなるよね。あ、確かに長めのあれライターあるからそれでもいけるっちゃいけるのか。どうせ使わなくなって邪魔になっちゃうかな、やめといた方がいいかな。いやでもいいなと思っちゃうんだよね。あ、火力がね、まあね、そうなんだけど、誰を炙るの？どうする？裏切り者。何のだよ。炙っちゃおうかな。怖い発言ありましたけど、
溶接のやつじゃダメなの？わかんないわかんない。魚以外だとチーズ炙る、いやチーズは炙らないかな。でもチーズフォンデュできるちっちゃいセットは持ってる。親友がお誕生日の時に買ってくれたのがあるの。それは一人でやったりするよ。本当にちょっとだけ食べたいなみたいな時。うん、いろいろある。だからお皿もいっぱいあるんだけど、それ以外のなんかいろんなホットプレートとかそういうのがいっぱいある。だからキッチンなんかごちゃごちゃしてきた。そうね、集めちゃうんだよね。確かにそんなしょっちゅうパーティーしてないけどね。チーズフォンデュのネタ？グーナインしてるかって？絶対食べるのはブロッコリーかな。ブロッコリーとソーセージとパン、食パン適当にちぎって焼いてそれ食べたりする。あとマッシュルーム、まあ普通だね。エビとかあったらね、エビもやりたいけど、じゃがいもはなんかホロホロしちゃうから、あのつけてる時に。あともう下ごしらえがめんどくさくてやんない。明日の衣装なんだろうね。髪型可愛いけどハリセンで頭叩かれたらくちゃ。私そんな叩かれるキャラじゃないって自分で思ってるんだけど。大丈夫、別に今叩く人いないから大丈夫。明日ね、もうさね、コンサート級のライブライブっていうか、もうコンサートじゃんって感じのボリュームだよね。なんかその歌番組とか新曲を練習してみたいな、一曲をこう一つの曲をやったりするのは全然あの舞台の期間中もやってたけど、でもこういうライブ形式のもん本当に久しぶり。いつぶりかな、本当に久しぶり。私前回いつこういうのやったの、めっちゃ久々。明日なのが信じられないや。ね、久しぶりアイドル。ウィンクする？ん？しない。え？ん？ウィンクどうだろう。あんまウィンクそんなしないな。歌番組とかでもそんなやったことない気がする。
なんかキャラクターに合わない気がする。私がウィンクなんて。新曲のやつ、え、してない私。そう、歌ってようが私はしてないかな。でもそういう時はするかもしれないけど、あんまり歌番組とかでやらないわ。ウィンクの振り全員じゃないの？あーあーあ、やってたかもしれない。あれ、まあ、こういうのはあるけどね。これとか難しい。ツインテールはちょっと毛量が足りないから、またメンテナンス行ったらその後やってみようかな。なんか TikTok 見た。あー、あと12日って言ってたやつじゃない？夏バテしてない？そんなに外この時期いないから、お仕事でだいたい室内で過ごしてるから、そんな夏バテとか してないかな。大丈夫。何曲歌うんだろう。たくさん。たくさん結構やる。でも今日は収録してて一日。そう、でもみんな今日リハやってて、まさかの通しリハ出れなかったんで、ちょっと、ね、この後やるの私。お家で一人カウントダウンライブするから。そう。やばい、できるかな。そう、だからもう終わりにする配信。そう、とりあえずはもうとにかく私はもうこれをね、もうショールームに残しておかなきゃと思って、ここあんまやらないやつ。明日もやりたいけど髪飾りどうなるか分かんないからできないな。うん、いい感じに決まったから。ありがとう。いや、みんなも来るよって方、明日楽しんで、私たちも楽しみます。久々だからね、私はね。じゃあね。突然始まって突然終わる。ありがとう。じゃあまた明日いるよって人は明日会おうぜ。バイバイ。また来るね。バイバーイ。